はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は10月26日土曜日です、ね。はい、今回は楽天モバイル、ね、12ヶ月間連続してポイントがもらえる、ね。いや、嬉しいね。これね、あの11月からです、ね。はい、もうあと少し待ってください、ね。11月からこれが開始です、ね。なので、今月はね、まだあの3ヶ月連続なので、もうちょっと待ってください。これはね、すごくよく考えられたね、いい内容です、ね。期間限定ポイントがね、消費できないという方は結構いらっしゃると思います。楽天ポイントね、たくさんポイントをもらう人多いよね、何万ポイントってね。でもそれ、大体ね、期間限定で、半年以内に使わないと余ったポイントが没収されちゃうんです。もう無効になっちゃうんです。こんなにもったいないことはないよね。まあ無理やり何かに使わなきゃ、つって。で、できることならば、その、もらったポイントは支払いで使いたい。楽天モバイルを使って支払いで使いたい。ね。だから未然には1円も払いたくない。もらったポイントで払いたい。ロハで使いたい、タダで使いたいって思ってるのに、ポイントの消費期限がなくなっちゃうから、全部使い切れない。こういう方結構ね、いると思うんです。これね。それで、これがね、今、現状なんだけども、ミキトリキャンペーン、従業員キャンペーンね、入った場合、この、ログインした月の、ね、でも大体そのログインして契約する方が結構多いので、まあ、とりあえず、いろんなパターンがあるけども、ログイン基準なんだけども、じゃあまあ、ログインと入った日を同じにするとしましょう。4ヶ月後の末に、ポイントが配布されるんです。だから5月の31日、1月に入ったとしたらね、この5ヶ月目、ここから半年間有効って言うと、例えばこれが1月だとしたらね、5月の31日から10月のね、31日ね、1,2,3,4,5、うん、待てよ。1,2,3,4,5、あ、もう一個か。もう一個か。ね。これもう一個だね。11月まであるんだね。で、ここでいただけるのが、4000ポイントなんだね。だから、ここで支払いを使う、1000円で使うんだね。ところが、ここのところで5000ポイントもらうんだけど、この5000ポイントで払い始めるのは、こっからなんだよね。で、こっから1、2、3、4、5って、ね、翌年の行って払いたくても、ここまでしかないんで、だから5000ポイントのうち、3000ポイントは支払いでできるけど、2000ポイントが没収されちゃうんです。これね。そうすると、その後にね、もう一個、この、線が今なくなっちゃったけど、こっからここまでの5000ポイントがあるんだけど、それは丸々没収されちゃうんです。支払いで使おうと思ったら、使い切れないんです。ほんと、ここの5000ポイントと、あと2000ポイント、7000ポイントぐらい。これが、支払いで使うことができないんです。他のものに使わなければならない。これがね、すごく今までネックだったんだよね。ところが、今度、これはね、支払いで使えないからみんなかわいそうだよねっていうことで、これは今度、12ヶ月間にわたって、ね、1000ポイントちょっとずつ、毎月毎月、ポン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 ってこうくれるので、ここでもらったものはここの支払いに、ここでもらったものはここの支払いに、ここでもらったものはここの支払いにっていうことで、ペイできるんです。だから確実に 100% 確実に消費期限切れを起こさないで、楽天モバイルの、ね、支払いに使えるということなんです。それを、月額料金の基本料金がね、2980円、もしくは使わなかったら1980円、もしくはもっと使わなかったら980円の消費税、それに、当てがうか、もしくは15分の書き放題、ね、あれが1100円なんです、オプションがね。
そのオプション代金として1年間使うか、ね、12ヶ月間連続でポイントがもらえるので、そのポイントで書き放題をね、タダで使う、ロハで使う、15分の書き放題をタダで使える、ね、わずか1081円で契約してまともな回線の15分書き放をね、ただで使える、こんなに素晴らしいことはないよね。本当書き放題だったら日本通信最強とかってね、あとボボが最強とかって言ってる人も多いけども、いや15分書き放題を1081円で契約できる？できないでしょ、おそらくね。できないよね。うん、できないことでしよう。ね、できない。ね。そういうことで、楽天モバイルは、ものすごく夢があるよね。15分かけ放題のプランでも、1081円で、しかも、おまけで、データが3ギガまで使えるっていう。ね、しかも、ドコモなんかよりも全然速度が速い。ね。そういうメリットがあります。で楽天に入ってると楽天ミュージックとか、なんか楽天ブックとかね、まあ、いろんなもの、あとは NBA のなんちゃらとかね、そういうのもサービスも使えるし、至れり尽くせりなんです。ね、なので、ね、よく考えてみると、いや、これはほとんどのユーザーが喜ぶんじゃないかなと思って、実際のユーザーがね、まあ、ポイントご時期の方は、早くやめて、早く浮かしたいからね、それからとっては都合が悪いけども、本当、昨日も紹介したように、サブ回線で使いたいからっていう人は、もうこれが一番理想的なんじゃないかなっていうね、12ヶ月間にわたって、ね。で、今日もね、これソフトバンク実質値下げ。実質なんだよ。お金をドカーンと払って、実質の値下げっていうのは、あんまり嬉しくないんだよ。これね。まあ見てみようか。ソフトバンクは格安ブランドの Y モバイルと LINE もについて一部のお料金プランをね、何ちゃらする。これ何て言うの、これ。刷新するっていうの、ね。低価格プランは NTT ドコモや KDDI も手こ入れを進めている。契約数が急拡大する楽天グループに対抗するため価格帯が低い料金プランを巡る。携帯大手の競争が激しくなっている、ね。ソフトバンクは10月から LINE もで対抗プランを契約すると 30GB、ね、の利用データ量を6ヶ月間限定で、ね、くれるかなんか、ここから有料なんで、ね、そこ先はわからないけども、まあそういうのがあるらしいけども、まあ、30GB くれるから、まあ実数こんだけ安くなるよっていうね、それはおじいはって思う方なんで、別に実質はいらないんで、実質はいらない。こっちはお金を払う。楽天モバイルの場合は、そのポイントで払えるから、お金を払わない。ね。お金を払わないでつけるんだよ。電話かけ放題。15分。ね。そう考えると、どうだろう。ね。電話でかけたい人は、こんなに安心なプランはないよね。だって、お年寄り、ね、自分の親に、要は、これでかければ、ね、ただだよ、知って渡しとく。で、楽天リンクサポーターを入れておく。でも、アップデートのたびに対応しなくて、で、長話しちゃって、ね、三枚の席は、何じゃこれはみたいなことになるわけでしょ。そういう心配がないじゃん。親に持たせるのに。そうでしょ？子供だってそうじゃん。子供なんか特にそうじゃん。中学校とか高校生とかって、ペチャ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 ってずっと喋りたいでしょ、やっぱり。思春期の頃って。ねえ。おじいもだってずっと、なんだっけ、切り替えのなんか親子電話みたいになってて、で、こうやって引っ張ってきてこう喋ってると、一緒でこうやって、こうやって帰ってるもん、こうやって。本当。で、うちの兄貴のところに電話来るとね、電話だよって言うとね、教えてこう、持ってくるじゃん。で、喋ってると、うちの親父がね、こう、そーっと上げて、
こうやって聞いてるんだよ、ね、昭和のあるあるなんだけども、ね、だ本当ねずーっと長話してるから電話かけたくて、おい電話まだ終わんねえのかっつってね、そういう時代があったよ昔は、ね、だそれぐらいいっぱい喋りたいんだよ、ね、それぐらいいっぱい喋りたい子供たちでもお金がない、ね、だからこうやってタイマーセットしてね仲間だし、いくらでもいいよ。あ、じゃあ15分経つから、じゃあ1回切るね、切って。で、またビュー、あ、もしもし、うん、続き続きって言いながらね。で、また15分経つからね、あ、1回切るよって。あ、もしもしってね。こうやってやってればいいんだから、別に。そうでしょ？ね。これでお金がかからないんだったら、もう、御の字だよね、ほんと。はい、そういうことでね。まあ、この実質よりも、やっぱり楽天モバイルって、実際にガチ利用する人に、してみたら、このポイントの配布の仕方っていうのは、一番ありがたい配布の仕方だと思う。ね、ただ、ポイントこちぎにとっては厳しいので、まあ、今月中に入っちゃった方が安心というか、まあ、エントリーすれば来月なんだけど、いっぱいエントリーしてて来月いっぱい入ることはできないので、ね、これみんな気がついてるおし、前回の動画でも言ったけど、今月中にエントリーしておいて、で、来月にね、入ってもいいよねとか、ね、いるでしょ。でも、それをやるんだったら、来月からスタートするんだったらね、もう申し込んじゃって、開通を遅らせればいい話なんで、まだその方が硬い。ここでエントリーするっていうことは、1回しか、こう、毎日毎日のエントリーが残らないので、だから、10月にエントリーしたら、次に契約をするまで、次のエントリーが残らないんだよ。これ。どうも、自分の件も皆さんの件もそうなんだけど、エントリーが残らないんだよ。しばらく。なんでかわからないけど。ね。なので、10月に、エントリーして11月、12月でもいいよねって言ってる人は1回戦の場合ね。1回戦。で、ポイントこじきで2回戦、3回戦、4回戦、5回戦をしたい方は、ここで、その数の分だけエントリーできないから。1個エントリーしたら、次1個契約しないと、次のエントリーがならない。これ、紐付けの法則。エントリー、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 エントリーで、契約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 で、早めの時間、はい、こう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 やって、都合よく紐付けはしてくれないんだよ。エントリーしたら、次は契約。パンって紐付いてから、エントリー、これに対して契約、ポンって。だからどうもね、こうなってるんだよ。気がついた、みんな。そういうことで、だから、ポイントこじきで、1回戦の人は、今月エントリーして、ね、来月は来月でもいいんですかっていう人がいるから、それはいいよって。で、そんなような質問を、なんかこの数時間以内に投稿したんだけど、おじいが許可したらもう出てこないっていう、だからご自身で消しちゃったのかもしれないけど、消す必要ないよ、質問ね、誰か、わかんないけど。許可して、消えちゃうってことは、もう消してる人なんだよ、多分、ね。残像が残ってたかもしれない。質問した人ね、消さないで、なるべく。ほんと。ああ、拾おうかなと思って、ね、祝祝を先にすればよかったんだけど、先に許可しちゃったら、もう出てこないから祝祝ができないっていう。ね。質問した方は、もう残しておいてください。ほんとね。そういうことで、まぁ、ちょっとわかりにくいかもしれないので、また時間があるときに、ちゃんとわかりやすく作るけれども、本当ポイントこじきって、本当全体的のほんの一部なんだよ。みんながみんなそうではない。本当にね、ごく一部なんだよ。ね。なので、まあ、大体の人は楽天モバイルをね、安く使おうっていう人が来るわけなんで、そうすると、解約ではなくて、ね、まあ、いい、アップデートっていうように受け取ることができるよ。これね。それをどっち側で受け取った方がいいのかなっていう。どっちかのカラーでおしゃべりするとしたら、これもそのチャンネルには
どっち派の人が多いかなんだよね。で、全体的に楽天モバイル応援してます、便利に使ってるよっていうコメントも来るけど、圧倒的にこのチャンネルはポイント公式の人が多いよね。そっちを分かりやすく、そっちを応援するようにね、自分もそっち派が好きだからね。だからおじいの場合でもガチで使ってる、メイン回線まで移動してガチで使ってるんで、サブ回線まで、もうポイントもらえねえよって言われてもちゃんとお金払って使ってるんで、ね。なので楽天モバイルを応援してるので、ほんとね。またね、誰か今日さっきね、楽天モバイルね、ネタエンジンかかってきたねって誰かコメントしてくれたけど、そうなんだよ。なんだかんだ言いながら、楽天モバイルの話題は、ね、まあ、回数は減っちゃったけども、200人、300人ぐらいは見てくれるんだよね、本当。だから楽天モバイルで10本動画をつければ、まあ、3000アクセスぐらいは行くわけじゃん。1本の動画で300としてもさ、まあ、10本作れば3000アクセス行くわけで、ね。で、10本作ってれば、1本か2本ぐらいは、まあ、500とか1000ぐらいは行くのがあるからね。本当ね、楽天モバイルネタはね、本当に10本作ってればね、まあ、しばらくほったらかしていけば、まあ、5000ぐらいは10本あれば、行くんじゃないのかなって、良ければね。まあ、そうするとね、本当、楽天モバイルはやっぱ、オチは扱っててよかったなっていうネタでね、レンタル Wi-Fi のネタの延長上で楽天モバイルもね、あとは長期間ではないけども安倍さんネタが2ヶ月ぐらいで、やっぱりね、盛り上がってめっちゃ楽しかったのはやっぱ楽天モバイルだよね。注文到着解約待ち合いのあの時がめちゃめちゃ面白かったから、あと iPhone とかね、ああ終わっちゃった、ね、諦めるな、行動起こせっつってね、あの時が本当面白かったよね。コメントがバカバカ来てね、まだ大丈夫でしょうかでね、聞いてる暇があったら電話かけろよってね、調べまくれ、ググれっつってね、どこに店舗があるんだ、今日はダメでも、ね、午前はダメでも、午後はいいかもしれない、今日はダメでも、明日はいいかもしれないってね、とにかくキャンセル待ちを狙えっつってね、面白かったね。あそこが結構ピークだったかもしれないね。めっちゃ面白かったね、あれね。本当。また、安倍さんの推理してる時とかもね、面白かったけどね。時間を置いてみんな興味なくなってるけど、でも最近、あれだよ、やっぱり、おじやすげえ叩かれたけど、ジグミじゃないんだからね、マリオの。からだってここって角度を考えると人間ってこんなに薄っぺらいんだから、こっから心臓に行ってね、スナイパーどっから撃ったって角度的に入るわけがないんだから、どう考えたってそれはないだろうってね。そしたらそうだねってね、理解してる人がかなり増えてきたんで、山上がやったんだよってね、真犯人は別にいるって未だに隠してるんだけど、だから真犯人って、だから、何をもとに亡くなったのかなんだよ。で、安倍さんはとりあえず、まあ、少なくとも、ここは血が出てたし、あと、ここもペロンして当たってるのも事実なんだよ。嘘じゃないんだよ。で、倒れた時に血は一滴も残ってないんだけど、でも、一応、大量の失血、ね、失血で、あと、心臓も動いてなかったってことなんで、あの現場で亡くなったのは確かなんだよ。で、道路の血が何もないんだけども、でも、息をしていなかったのは事実なんだよ。ね、一応麻酔銃で寝ていただけだって言う人はいいかもしれないけど、でも、麻酔だったら、一応生きてるんだよ。ね。で、AED は作動するんだよ。ちゃんと動いたら作動しないけども、このピクピクピクって結果かでね、正常ではない、こうやってまだ生きてて痙攣して、おかしい時にバーンって電気ショック与えて、こうやって戻すんで、だからもう、死体には効かないんだよね。
から本当あの時点で亡くなってるんで、あの映像あのタイミングで医師は来なかったら、キャー何すんのよってね、しごしかないけど、なんか別角度でなんだかなんだかってね、なんか動画があったけど消されたなんてのもあるかもしれないけど、まあどこから考えても無理だよね。キャー何すんのよがもしあったとしたら血が出るじゃん。でもあそこに、あの現場には血は何もないわけだからね、何もないんだよ本当、ね、そうすると山行って山食いって人しかいないでしょで、山上からのこっからのピューンとかね、それはちゃんと角度的に合うわけだからね、こっからだったらそうでしょ。だからね、どう考えたってこっから入ってこっちに口にも抜けたんじゃないかってもね、ちょっと無理があるんだよね、角度的にね、何もないからね、Google マップで見ても何もないからね、本当、まあ、そういうことで、ね、うん、まあ、楽天モバイル、ね、いや、これからガンガン盛り上がると思うよ、本当に。で、いろんな、ね、サービスが、どん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 、おまけみたいのが、どんどん厳しくシビアになって、で、もう、ちゃんと、他のキャリアに近づけば近づくほど、おまけとか安いにする必要はないわけだからね。だから楽天モバイルが実質値上げするのはいつなんだろうなっていう。ただ今の楽天モバイルやってることってさ、本当にアホだねっていうかさ、苦しかどころかだって、無料期間キャンペーンはせっかく終わったのに、その分のポイントばらまいて増やしてるだけじゃん。だから利益が発生しないわけだからね、基本的にはね、本当、本当ね、おかしなことやってるんだよ、楽天って。本当におかしなことやってる。おじいは、最初から変なことやらないで、2980円で、無制限で使いたい放題、ね。で、無制限で使いたい放題で、今の15分の書き放題、そこにつけちゃってくれれば最強なんだけどね、本当。まあ楽天リンクがあるけどもさ、でもその状態でも安いもんだって。で、あんま使わない人、あんま使わない人ってお金払わない人なんだから、ね。でもそのあんま使わない人が、ボボにみんな行って、で、ボボで回線維持するために、トッピングの一番安いのをみんな買うわけでしょ。本当小銭をこうやって、ね、回収してるけど。あれも本当、でも、抱えて、そういうユーザーを抱えていれば、ね、お金を落としてくれる人もいるわけだからね。だから本当、玉数抱えてるっていうのは強いことなんだよ。ね、楽天はだから、あそこでせっかく抱えたものを、あのタイミングで逃すべきではなかったんだよね、本当。まあ、やり方がね、で、その前に、いろんなものをね、こう、やっぱこうだ、やっぱああするとか、ワンマンで、コロ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 、これがダメなんだよ。これが。貫いてないから。おじいが一番ね、がっかりしてるのは、回線の品質とかさ、サービスとか、そういうのじゃなくて、他社は分かりにくい、ね、楽天モバイルは本当単純にワンプラン、ね、本当それをね貫いてほしかったんだよ、うん、で他の手数料でかかるけどうちは手数料はないよっていう、どんどんいろんなもん手数料値上がっていったけど、うん、だからそれを貫いてほしかったね。2980円でよかったんだよ。普通、こんだけ電波が近いようになってきてるんだから、普通に広がったと思うよ。2980円で、データが無制限で使い放題で、で、15分のかけ放、ね。あれ、まあ、オプションで1100円だとちょっとなぁと思うけど、まあ、楽天リンクも敷いてるしさ、絶対にね、普通にやってても、もうちょっとこう黒字化早かったんじゃないかなって思うんだけどね、どうなんだろうね、
昔のあれで800万回線が1個のめどって言って、であの今こんな安いプランになってるのに、あの800万回線達成っつってね、なんか記事とかああいうの見てると、こうやって言ってんじゃん、みんな周りが。それ違うよねってね。2980円の時代に800万回線ぐらいが一つのめどであって、ね。で、確か誰かも言ってたけど、借金がなかった場合にそれだけあるとこの時間になるよねっていう一つの目安だったはずなんで、今は980円、1980円があって、借金もべらぼうに1兆2兆億プラスアルファであるわけだからね。そうするとどうなんだろうね、本当。やっぱり茶番なのかなって思うし、まあ、いつ潰れるんだろうね、カウントダウン始まってるよねっていう見方も結構多いし、ね。まあ、そんな中、おじいはね、もうガンガン、今日も三木谷氏が、X ツイートしてたからね、おじいもちゃんと応援メッセージを送っといたけど、ね。見てますか皆さん、チェックしてますか本当ね。はい、そういうことでね、おじいはこの12ヶ月間連続してポイントがもらえるっていうようにね、まあ、変えるのは、本当ガチンコで使う人は、ポイントで苦労したくなる。ね。確実にもらったポイントを 100% 支払いに使えるっていう、そういう安心感がある。もう、なんか、あれに使える、これに使えるじゃなくて、まあ、だってさ、余った楽天ポイントがなくても困らないじゃん、だって。あるから無理やり使うけど、なくても困らないじゃん。そう思わない、皆さん。ポイントがあるからといって、セブンイレブンで揚げ底弁当を買ったりさ、ね、フィルム印刷して中身がね、3分の2しか入ってないジュース買ったりとかさ、ね、のりに見せかけて、のりじゃない、酢の飯しか入ってない。しかもその酢の飯買ったら、なんだっけ、塩むすび買ったら、穴がごっそり開いて、なんか空洞とかさ、そんなものを買うために、ポイントをわざわざ消費するのもアホらしいじゃん。ね。そんなわけで、ね、ポイントは楽天モバイルの支払いに使えるっていうのがそもそものメリットなんだからね。おじいはこれいいと思うよ、本当、大歓迎、ウェルカムだよ。ポイント小銭の皆さんは非常に残念かもしれないけど、でもポイント小銭の使い方にしてみてもさ、これさ、10月にね、まとめて例えば5回線あって、で、2、3、4で、ね、この4月30日、ポイントを全部もらい切った後に、バーンってやめちゃえば、それでいいかもしれないけど、ほんと、飛び飛びに、ね、ここなんてやったら、ここら辺のやつをこの辺で、ポンって解約した時に、不正の疑いがして、全部もらえなくなっちゃうでしょ。ポイントこじきで使うためには、5回線契約するためには、少なくとも一気にやんないんだったら、やめてないのが条件であると思うからね。そうすると連続して入らないと、同じ月でやってこないんだったら、1、2、3、4、5ぐらいでやらないと、ね、そうすると、1、2、3、4ヶ月待ったから、1、2、3ヶ月だ。ここで最後のこれをもらってやめるときには、ね、有効なんだけど、でもここでやめちゃったら、後に残るやつが配布されなくなったら、本当だ、結局ね、大変だよ。同時にバンと入って、同時にやめないと、1回目、2回目、3回目、配布、全部いかない間に止まっちゃう。リスクが大きいから。だからポイントくじきにしてみても、5回線全部もらったよっていう人って、多分同時に同じ月に入ってるとかね。まあ、せめて1ヶ月とかさ、ずらしてるとか、それぐらいの人じゃないかなと思うよ。本当。で、ポイントくじきでもさ、その1回線、2回線はさ、もうポイントくじきって言わないよ。もう、5回戦マックスいかないと、真のポイントこじきじゃないよ。本当。本物じゃない。本当。ね。あれだよ。ゴロ付きで、ただのゴロ付きだよ。ね。チンピラ以下。ね。もう1回戦で、すぐやるよってね。
出世っぽいな、もう別にただのゴルスキー、本当ね、立派なシンピラにはなれないね、ちっちゃいちっちゃい、ね、どうしてなんだったら、もうどうしてポイントこじきするんだったら、ね、1回戦でも5回戦でもどうしてポイントこじきなんだったらドカンとやんないと、マックスいかないと、せっかくそのわざわざ他のものはお一人様1回限りってキャンペーンなのに、わざわざ5回戦まで残してくれてるんだから、最初は10回戦まで OK でさ、ね、14万ポイントばらまいてくれたわけでしょ、一人につき、だからそのこう何かこう網目をくぐって裏技で取ってるわけでも何でもなくて、正面から堂々と5回戦までもらってねっってやってくれてるんだから、ありがとうって受け止めて5回戦入んないと今月中にもったいない話よね、本当ね。ポイント小敷さんはでちゃんと誓いたいという方は来月からの方がポイントが1ヶ月分の利用料ぐらいの引き取りの12回払いになるということなんで、その方が効率がいい、絶対に効率がいい、ね、と思います。どうですかこの考えは、いい、ダメ、その皆さんの意見とかこれとかこれによって、あ、このチャンネルはどっちが多いのかなっていうのが判断になるからねさあどっちだろうね、あります。じゃあね、バイバイ。